デジさん、この RCEP、はい、RCEP 署名で暮らしは、はい、というね、これ産経新聞の記事なんですけども、はい、RCEP では、種類の紹興酒やマッコリ、そして輸入品が圧倒的に多いマツタケに日本が課している関税が段階的に撤廃される。一方、日本にとっては生液である米や牛肉、豚肉などの重要5品目は関税の削減や撤廃の対象から除外され、輸入拡大につながらないため基礎的食料への直接の影響は避けられそうだと。日本に輸入される紹興酒とマッコリの関税は現在1リットルあたり 42.4 円、 RCEP ではこれを段階的に下げ発行21年目に撤廃する。日本で紹興酒は中華料理店などの業務用が中心、マッコリは外食向けに加え小売店でも商品が並ぶ。関税の段階的な撤廃に、撤廃を足がかりに小売価格が一定程度下がれば消費者にもお得だと、って言うんですけども、はい、そんな飲むかなって考えるとマッコリはそんなニーズあんのかっていう感じで、ね、これなんかピックアップされても そんな飲みに行って、はい、マッコリないんすかっていう人あんまり会ったことないんで、ね、焼肉屋はあるよ、はい、あ確かにそうですね、ま、あや韓国の、ね、うん、焼肉っていうことであれだけど、マッコリないのちょっとマジでっていう感覚は今までないですね。マッコリ僕あんまり美味しいと思ったことはないので、そう最初白いからね、はい、ちょっと珍しいから飲んでみたりっていう感じは、あれやっぱりビールとかの方が美味しいなという、綺麗を求めますね。そうですね、日本酒がうまいですからね、うん、それに紹興酒は、うん、雰囲気を楽しみたいので、うん、中華料理店とか行ったら飲みますね。あ、紹興酒ね、はい、あの翌日そんな残る感もないですね、うん、はい、あれはあんまりこうなんか酒という感じではなく、はい、なんか一種薬的な感じでイベントとして飲むって感じ、ね、そうですね、あの中華まあまあいい中華食うから飲むぞみたいな感じですね、はい、うん、そうですね、はい、まあ、それに比べてマッコリっていうのは、うん、ちょっと違うんじゃないかなと。そうですね、あでもあれですね、うん、うちの妻結構飲みますね、マッコリ、はい、へ、それこそ焼肉屋とか行ったらですね、はいはいはい、はい、なるほどね、そういう時にだけ、そこぐらいしかないですもんね、はい、そうですよね、うん、日常の晩酌で、うん、俺マッコリ飲んでるんだよみたいな聞いたことないですけどねだから、ね、RCEP でねいやマジマッコリ入ってくるの嬉しいっていうやついるかっていう話だよね。マッコリ、まあこのね、この1リットルあたり 42.4 円ですから、はい、確かにこれが撤廃されたら、はい、大きいと思いますよ。なるほどね、大きいんだけども、はい、それで日常的に飲むかって言ったら、うん、まあ、飲まないですよね、はい、でこれ逆に、うん、日本としては海外に輸出しやすくなるわけですよ、はいはいはい、日本酒とか、そうですね、焼酎とか、はい、だからそういう点で、まあそういう中国とか巨大な商圏を獲得できれば、はい、まあ、日本のそのお酒関係の業界にとっても、ね、プラスになるんじゃないかなと。日本酒は相当伸びると思いますよ。いや日本酒は強いと思いますよ。めちゃくちゃうまいですからね、うん、あの次の日辛いだけですからだからあの他の国やっぱ強い人いるじゃん酒、はい、だからその人たちはいいと思う。僕体強ければ日本酒飲みますよ、うん、毎日。いや本当になんか強い人は本当にたくさん飲んでいただきたいですね、うん、そう、昔あのアンドレ・ザ・ジャイアントが、あのホテルで、はい、あのホテルのバーでビール200本だから300本飲んだみたいな、はい、そうそうそう、はい、そんな話ありますけど 12ダースとかですからねビール12ダースとかですからねそういうのあります。まあそれぐらい飲んでくれる人は、はい、飲んでもらった方が、はい、経済的にはいいんじゃないかなと、はい、思いますよね。です、はいはい、で一方工業製品の分野では、うん、日本から中国や韓国向けの自動車部品のほか、うん、一部の鉄鋼製品などに課されている関税が将来撤廃される、うん、日本の関連企業にとっては輸出拡大を通じた競争力向上に期待がかかるということですね、はい、まあ、日本のものも出ていくんですが、うん、海外からも入っていくのでしっかり競争力を高めていかないと、うん、日本の企業が潰れてしまうということでもありますからね、はい、この辺の競争にしっかり勝てるのかっていう、はい、米って守るって言ってもすで、はい、にもう何かな、あの農水省自体は減反させてんですよ、うん、ずっと そ,、ね、それ守る気あんのかって話じゃない、まあね、むしろちょっとまあ分かんないですけど、うん、自由に作らせて輸出していいよと、うん、ノーガードで打ち合って、はい、食われない米はやめさせて、うん、人気がある米は高く外に売るなり、うん、日本国内でも動く方が、うん、このまま減反してったら、はい、もうどっちにしろダメなんじゃないのって、まあ、そうですね今、うん、補助金のなり手がいないですからね、うん、その農業、まあ、お米とかもそうですけども、うん、かなり高齢化しているという話もありますし、うん、海外の人が高く買いたいっていう人がいたら、うん、どんどん買わせて、うん、外に売ってね、うん、で日本人が食べたいものは食べさせて、うん、でなんか生産量増やした方がいいんじゃないの、うん、そうなんか
それこそ別に何でも自由化しろとは言わないですけども、うん、なんかもうちょっと自由にしてもいいんじゃないかなという。そう、うん、そうそう。いや、果たして、しかもそれ例えば自由化して海外の米を日本人が食うのかって言ったら僕は食わないと思うんですよね。いや、結構食わないと思いますよ。タイ米、え、ちょっとっていうなるしね。あの本当、あのカリフォルニア米が一番近いけど、うん、でも米の味に関しては相当超えてるから日本人って。そうですね、うん、いや本当米ほど美味しいものないと思いますよ。米って油断したらめちゃめちゃ食っちゃうもんね。めちゃくちゃ食っちゃいますね、うん、まあ、今かなりそういう、まあ、食事制限考えて米食わないっていう方も、炭水化物ダイエットって言ってね、うん、という方もいらっしゃいますけれども、はい、うん、やっぱ僕なんかはもう米食いまくりたいですね、うん、はい、米となんかおかずっていう、うん、このセットで一生いけますもんね。そう、味の濃い、おかずにね、はい、米を食うっていうのが、うん、一番ベストなんですから、ね、日本人としてはね、はい、だけど今その炭水化物ダイエットってのは、うん、あの友達の友達はそう逆に思ってたみたいで、はい、炭水化物ダイエットって言ったら、うん、炭水化物しか食わないって思ってたみたいで本当に痩せるのかなってそれはそうそう、いやそれ逆だよ逆、それ抜くんだよそうそうそう、それもなんか太るよそうそう、ドカベンですよそう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 、ドカベン、ドカベンの山田太郎がそうそうそうやってるようなやっぱそうかっつって、理論的におかしいと思ったとか言ってそう理論的におかしい、そうそうそう、ちゃんと調べたほうがいい、この RCEP で、はい、あのマッコリも安くなりますんで、はい、皆さんもあの無類のマッコリ好きだという方はね、はいはい、今後安くなりますから、はい、飲んでいただくといいんじゃないかなと、はいはい、思いますね、はい、韓国からの投げ銭で5000ウォン、5000ウォン、はい、ちょっと訳してみると、うん、まあ、訳が当たってるか分かんないですけど、うん、社畜脱獄期、会社の奴隷脱出期という人ですね、うん、ラップですかねどういうことなんですか、はい、バイデン当選されたがトランプの横断幕先かけて放送しないでください、うん、あ、なるほどね、バイデンになったから、うん、トランプもかけてんじゃないと、いやいや選挙はまだ終わってませんまだまだこれからです、まだまだこれからです、はい、はい、次、はい、これまた韓国なんですけど、はい、大韓航空が、うん、アシアナ航空を買収すると、お、はいはい、これね、それによって世界15位へ航空業界大型再編の先駆けに、これ相当動くよ今回、そうですね、うん、これあの西日本新聞ですね、はい、韓国航空業界首位の大韓航空は16日、うん、同2位のアシアナ航空の買収を理事会で決議したと発表した、うん、航空会社の規模を示す国際的な指標である旅客キロ、うん、は両社合計で世界15位となり、日本首位のアナホールディングスを上回る、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う旅客数減で、世界中の航空会社が業績低迷に苦しむ中、大型再編の先駆けとなる可能性があるということです。これ、ね、これだから日本で言ったら JAL とアナ統合みたいな、そうです、買収みたいな感じですね。そうです、はい、それをまあ韓国でやると、はい、いうことですね、国際航空運送協会によると19年の旅客キロは、うん、大韓航空が世界28位、アシアナが42位、統合により22位のアナや33位の日本航空を上回ることになるということなんですね、うん、はい、だからまあ、まあ、一体としてやっていくことによってちょっと強い体制を作ろうと、そうですね、いうことなんですけども、はい、これあの大韓航空とアシアナですから、はい、これ単純にこれ大韓航空のまま、はい、行くでしょうね、うん、やっていくと、なんか混ぜても面白いんじゃないかなと思うんですよね、はい、なんか大穴航空とかその墜落しそうな感じですね、ジャナの逆がみたいな感じですよね、そうですね、はい、ジャナの逆っていう、はい、そういうなんか感じでも面白い、ね、ANA を先にするとまずい合併よみたいな、はい、どうすんだっていう、はいはい、大韓航空って僕ワンワールドだと思ったら、ちょっとツイッターで、うん、教えてくれたんです。スカイチームらしくて、だから多分アシアナを吸収するわけだから、うん、アシアナってスターアライアンスだったんですよ、はい、だから、だから大韓航空はスカイチームになります、はい、JAL はワンワールドなんです、あ、じゃあそうか、そうだからスカイチームってデルタ航空、日本じゃない国です、はい、だから日本人には馴染みないです、馴染みないです、はい、だからスターアライアンスかワンワールドかって、そうです、そうです、だからっていうのと、あとまあどの国も一国一社のフラッグシップ航空会社がある状態なんですよ、はい、イギリスも1個だし、うん、フランスも1個だし、エールフランスとかね、うん、ドイツはルフトハンザとか、うん、確かにそうですね、うん、ね、だから日本って人口が1億ちょいだから、はい、2個あったんですよ、うん、でまあギリなんですよね、だから5、6000万で1個っていうイメージなんですよ、はい、うん、ところが韓国って
6000万ぐらいなのに2社あったから、もともと結構無理あった。日本の真似して無理してやって2社国営に近いね、うん、あの会社作ってたらもともと無理があったんで、うん、これ一つにしたらやっぱ強くなるだろう。だから今度日本が今度このこ旅行不況の時代にね、はい、2社維持できるかっていう。そうですね。いやアナも相当厳しいですからね。厳しいです。その新卒採用を見送るとか、まあかなりあの借り入れも増えていますし、CA さんがあのバイトしていいだよ。そうですね。バイトしていいって。バイトってね、うん、いや去年までともう世界変わったでしょうね。全く変わりました、ね、航空業界は。そう、はい、本当に。いやこの前も青森行くときに飛行機乗ったんですけど、はい、やっぱ空いてますね。やっぱり今は。なるほど。あしかもソーシャルディスタンスなので、はい、ちょっとやっぱ席開けたりするわけですよ、はい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 、そうなると収益的にも最大限確保できないし、うんうん、そうね、これは厳しいだろうなと。そうだからとなるとやっぱり JAL と ANA の統合っていうのも、はい、ちょっとあの、まあ、統合した場合名前どうなるとかっていう。そう名前がねちょっとあのジャナルしかないジャナルジャナ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 逆は、まあ逆はダメですよ。逆は舐められますよ。まあ酔っててもちょっと言えないなっていう名前がありますからね、はい、野島でしょ。野島になりますか、うん、あなる野島って野島ってそういう家電量販店ありますからね、はい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 、そうじゃない。そうだからもうこれはちょっとね、はい、そうですね、でまあ何とか生き残りをかけて、でも ANA に勝ってほしいなと僕なんかは思いますよね、うん、これだってスターアライアンスじゃなかったら、うん、マイル消えちゃう可能性ある。いや本当ですよ。我々はもうアナ派ですから。マイラーですからね。はい、我々アナ派ですから。やばいな、なんか。いやいや全く何の問題もない。我々はアナ派ですから。そう全くあの。もう酒回ってきてましたからね。いやいや普通の話しかしてないですから。はい。はい